今回のプロジェクト XXX は浅草をぶらり歩き、ユリーとミッドに一体どんな出会いが待ってるのでしょうね。プロジェクト XXX 始まるよ。90、90、90、84、来ましたよ。満を持して3年ぶりのプロジェクト XXX、 イエーイ、スペシャルバージョン、I'm saying yo。 2014年らしい、今は夏らしい。そう、今日ね、そして日本に来ました。今日は日本久しぶりだぜ。久しぶり、3年ぶり来たぜ。しかも浅草に来たぜ。雷門があるぜ。じゃあ今日はちょっとね、久しぶりの日本をね、ちょっと堪能したいと思う。ずっといたぜ、サンフランシスコ。サワディーカ、サワディーカ。今日は浅草を散策しますね。人混みの中消えるから、人混みの中ジャンプするから。またね、またね、マスヨライル。ちょっとちょっと、2人ともどこに行くんですか？お兄さん、浅草で、結構何をこの感じたらしい、なんかやられてるんですか？人力車のお兄さん、人力車のお兄さん、ちょっと出演交渉させてもらいますんで、ちょっとこれもんでお願いします。これもんで、今はね、はい、ということで、OK いただきましたので、はい、お話をちょっと聞いてみましょうかね。1日どれぐらい乗せるんですか？日によって違いますね。15組やばっ。だいたい距離にしたらどんぐらい移動するんですか、人乗せる？そうですね、一番短くて1キロぐらい、ね、やっばっ。この暑さで、すごいですね。やっぱこういうね、本当にお兄さんたちの力があって、こういう風に町おこし、そう、地域はやっぱ賑わってるんだと思いますよ。何もそういうことも分かってないね、もう社会のね、メディアとかを操作してるね、そういう人間のね、どもはね、本当にね、もう人間のどもだからね、ピーって入るやつ。だから本当に3年ぶりに日本帰ってきてよかったぜ。本当に、イエーイ。前面に、前面に、今日もうね、さらなる前面にもちょっとなったんで、ちょっと浅草を盛り上げてくれるから、浅草の盛り上げてレプレゼンしてるね、ちょっと前面に、ビガ。だから本当に浅草来たらみんな人力車乗ってね。オーライ、ということで、人力車のお兄さん、ありがとう、ありがとうございました。浅草の町おこし、頑張ってくださいね。おはい、そういうことでね、半額ですか？半額。浅草のお菓子といえば人形焼きですよね。こんな風に人形焼きは焼かれてるんですね。熱っ。それではね、こっちを食べてみますんでね、一回これ一緒に。美味しそうですね。これね、人形くん、トリくん。いただきます。キライくん。キライくん。おっ、めちゃ熱い。おっ、コシアン、あのね、干されてます、うまい。 This is what you call red beans, you know? 鳥肌立つ、red beans。 鳥肌立つ。これね、もしかしたらポケットに入れとけば3年間ぐらい持つかもな、平気で。持ちませんよ、ゆりさん。1年じゃないぜ、2年でもないぜ、3年持つぜ。だから持ちませんってば。俺は期待すんね、絶対この番組だけはみんな期待してます。どこでも売ってるくまモン。くまモンくん著作権がないんだよね、確かね。あるでしょ。ない、ない。それふなっしーでしょ。くまモン、ふなっしーどういう声出す、ふなっしーどういう声出す。シーン、シーン、やめろって、やめろ、一緒やんけ、おい、期待すんなよ。止まりすぎだ、距離やってちゃうか。ロックちゃんみたいな、ロックちゃん、ロックちゃん。喉が渇いたみたいですね。並ばれてるんですね、長いからですから。あ、こっちから買う、はい、美味しいです。ありがとうございます。冷やし抹茶、冷やし抹茶。いや、もう今飲もうかも。今日どっから来られました？え、京都から、京都から、京都から3人で、たまたま、はい、はい、お名前は吉岡。僕、直樹です。直樹さん、直樹です。そう、みんなで乾杯しましょうか。あ、やった、はい。
ちょっと乾杯しましょう。ね、あの京都から来たお兄さんたち3人とあの乾杯。いやいいですね。いいですね、本当ね。浅草のね、選手でも京都もすごいいいとこですよね。京都はでも暑いですよ。暑い、暑いですね。でもいい意味で暑いですよね。いい意味で、まあ、湿気が多くて湿気が多くていい感じですね。3人で何のお待ちか。バイト仲間です。バイト仲間です。はい、あ、じゃあもう出会いに今日楽しんでいただきたい。ありがとうございます。いただきます。いただきます。ちなみに何を食べるんですか。バイブスに入りました。ちょっと行きましょうか、僕は。はい、じゃあまたちょっと、また後ほど。はい、でも、飲みやすい。すごい甘いんですよ、抹茶。飲んだことなくて、ちょっと飲んでみ。すごい、甘い。何か見つけたみたいですね。この猫座ってるじゃん。おお、今まで行ってきたけどペットショップ30年間ぐらい、これ一番すごいよ。座ってる猫いますからね。座ってる猫。はあ、座ってるね、このペットショップ。座ってる猫すごいね。座ってる猫。なるほど。おへそだね、おへそ、おへそ、なるへそってこと。一応、頼ってるね、この子。この子は、この子はこの子に頼ってるね。頼ってる？みんな頼ってる。どういうことですか？行こうかな、行こう。いいペットショップだったね、センス。期待すんなよ。人がいる。人がいる。人が、浅草の屋根の上にこんな暑い中にいるっていう情報を聞いたんで、ちょっとそこをね、見つけたんでね、ちょっと見ましょうか。ちょっと あっち見てもらえますかね。一体どんな人なんでしょう。ベベベベン、いたよ。はい、一応、多分やけど、多分あの人に、多分ですけど、多分ですけど、めちゃめちゃ色白すぎて、ちょっと肌焼きたいんやと思うんですね、本当は。焼きたい。ただ、全然動かない、忍耐力をお持ちである。アイスもなく、うまそう。アイスもなくは行きたいんじゃない、これ。アイスもなく食べたい。アイスもなんか食べたい。2人にとって人生とは何ですかと聞いてみた。プロジェクトトリプル X。 俺もユリもほんまガキの頃からもうずっと変わらんくてそうやったんすけど、ほんまにどっち選ぶかってなったらやっぱ選ぶ方は花から決まっとったし。いやもうほんとやるかやらんかやし、やれるかやらないかと思うし、みんな分かってんだよね、実際。もう1から100まであったら、もう01取るんやったら、もうだっ、もう人として。次回プロジェクトトリプル X、 真夏の浅草寺で巻き起こす X の竜巻。湧き出る粉塵を浴びながら出会った美少女たちは敵か味方か。次回プロジェクトトリプル X、 あいつもなかで出会いがつながる。戦争の目標は俺たちが守る。